プロ野球を10倍楽しく見る方法は、1982年1月に、KK ベストセラーズから発売された、江本武則の著書である。プロ野球の暴露本の草分けとして、ベストセラーになった。以降、同年9月発売の、プロ野球を20倍楽しく見る方法から2005年11月発売の、プロ野球を10倍楽しく見る方法、2006年版、まで、 発行元を変えながら続編本が発売された。この著書発売以降、野球に限らず各分野で倍楽しく見る方法、倍面白く見る方法といった書籍が次々と出版された。一部サブタイトル付きで表記以下に表記。1983年から1984年にかけて上記の本などを原作とし、 フィルムリンクインターナショナル、フジテレビジョンなどの制作によって映画化された。前2作で、配給は、東方東和。タイトルは、プロ野球を10倍楽しく見る方法。プロ野球を10倍楽しく見る方法パート2であった。映画版は、当時の日本プロ野球、アメリカ大リーグの珍プレイ、コープレイ映像集と、頑張れ、田淵くん、を原作とした。 日本プロ野球のギャグアニメで構成されていた。また、原作のエ本も2作目のアニメパートにおいて、本人役として登場している。当時のプロ野球ニュースを描いたシーンもあり、キャスターとして、佐々木真也が、リポーターとして、美野文太がそれぞれ登場している。なお、田淵役は、田淵くんシリーズの西田敏幸ではなく、増岡オカが担当している。 第一作目にはオートラマが共産しているため、アニメシーンの随所にオートラマの広告が見られる。テレビ放送での視聴率は、第一作目が21.2%、第二作目が13.0%を記録した。第一作の構成性の出演スタッフ協力基本的に、第一作目と同じ構成である。 1983年当時の日本プロ野球関連の映像を中心に構成された。また、戦術のように江本がアテレコ参加したのをはじめ、声優陣が若干変更されている。江本の他に、南海の穴吹監督役を俳優で、レポーターの村上藤尾がアフレコをしている。前作の江本役の狭間は、西武ライオンズの広岡監督役として出演。 実写パートでの披露家の抗議シーンでも声を当てている。また、アニメパートの妹の顔も変更されている。ちなみに、当時のヤクルトスワローズの安田コーチは、前作の竹壁和也から青の竹に変更。ナレーションは、中井慎二。スペシャルゲストには、一回表、陽気なアメリカンと、五回表、海を越えたファイターたちのナレーションには DJ で、国際タレントの小林克也。 八回裏、萌えよ。パシフィックには、芸人で、タレントのレオナルドグマが出演する。アニメーション制作は、第一作目の東京ムービー新社から、マジックバス、スタジオルックに変更された。深澤博史監修。第二作の構成性の、出演スタッフ協力あたりシリーズ公開から10年後の1994年、TBS 制作により、当シリーズのテーマを、 プロサッカー J リーグに置き換える形で J リーグを100倍楽しく見る方法が公開された。この作品でも石井のキャラクター原案によるアニメが制作された。AB、週刊東洋経済1986年8月2日号122ページ。1983年配給収入10億円以上番組日本映画制作者連盟。 邦がフリーブッキング配集ベスト作品、キネマ巡報1985年2月下旬号、キネマ巡報社、1985年、119ページ。プロ野球を10倍楽しく見る、方法パート2に関するカテゴリー。ありがとうございます。